アロイ十分髪の毛ボサボサダメですね、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。2月28日、2月最後か、火曜日ですね。火曜日東京天気いいっす、めっちゃいいっすね。今日は結構いろんなニュースありますね。 WBC なんか WBC をなんかもう試合なくてもいいんじゃねえかぐらいのね、なんか日本っぽい良さがねありますね。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっと鼻がね、ちょっとねちょっと、ね、掃除機をほこりであげれるアレルギーなんですよね僕おなんかあれですね、ジャニーズのあのなんかありましたニュース、まあいいやそれは。高校合格おめでとうございます全日空のセールがやってるみたいですね。いいですねこういうね、旅行行くっていうのはいいですよね。まあ、高校合格の皆さんおめでとうございます。まあとりあえず部活入りましょう。で僕ね特にあの大学とかまあ行かれない人、まあ、別に行く必要ない時代だし、そのまあ正直ねあの超一流大学以外一緒かなってちょっと、まあ、僕三流ですよ、三流では体育なんで、東海大学の体育学部自体は一流アスリートもいるしオリンピック選手もいるし、まあその普通の学部はもうエフランに近いので、エフランですよ僕は。体育なんでスポーツなんで、まあちょっと違うジャンルで見られるけど、大学名自体は箱根駅伝出たりしてるけど、まあ偏差値っていうね悲しいランキングだと低いので、でまあ僕はねあの今も先輩とお付き合いありますし、あと大学僕卒業した後もちょっと残ってたので、その卒業生っていうことが結構まあ何て言うんですかね、優位に働くってことはあんまりないですね人生で。まあまあ分かんないです、今後働くかもしれないし、なんかビジネスやっていく上でその人口が多い、日大と東海大って人数が多いので、どっかで当たればそんで共感を得るみたいなね、そのネタが共通ネタがあれば喋れるんでね、まあそういうでね、堀江さんがなんか言ってた東大以外みんな一緒みたいな早稲田や慶応も別に一緒だし、僕もねそのバカながらにいっぱい東大の人とかいっぱい会ってきたけど、まあ、バリューっていう意味では僕そのマーチとかいろいろあるんだよね、と人たちと僕はそんなに変わんないなって本当は思ってます。そのこうやっぱ、ね、高校が僕まあ普通の学校だったし、僕の高校でその六大とかクラスメイトも行ったしね、そのだから別に僕もなんかやりようにしちゃいけんじゃないかなっていう、その射程距離東大はいないんですよね。だからやっぱ東大はすげえなっていう、東大目指して落ちた頭のいい人たちいっぱいいて、やっぱそこにはそこの壁、東大京大、まあ京大もそうかな、それ以下
一緒みたいなとこはちょっとやっぱりあるんですよね。だからそれよりは僕はその中高一貫だったら部活をずっとやる、それがなんか履歴書経歴書って気になるじゃないですか、なんか面接とか、まあ、例えばその、まあ、彼女かもわかんないですけど、その結婚するときに奥さんの両親に会うときに、まあ、別に学歴の話は、まあ、親がその親が東大だったらさもう終わりじゃんその自分の好きな彼女の両親が東大行ってたらもうそれ以上僕早稲田ですとかその言っても愚かじゃないですか。もうなんか東大以下は一緒だって一等大将がみんな言ってるんだから、だからそれよりは僕も部活、自転車部頑張ってました、卓球部番、まあ、キャプテンやってましたのがものすごい価値がある、バイトでリーダーだったとか結構価値ある、で本当じゃないですかそれって。だからなんつうの、自信にもある、つながってるしネタが出てくるんだね。僕はだから高校中学校キャプテンやってました、そのキャプテンやってた時の苦労話とかは語れるし、いろんなやついる進学校だし、そういうこと語れるじゃないですか。学歴だけだって思って受験頑張っただけじゃん。まあそれもすごいんだけど、だからその後にその4年間どう過ごしたかっていうのは結構重要で、やっぱり人と会ってきた、まあその飲み会とかね、その喋ってきた相手チームと交流しましたっていう方が、経営者だったらそっちの方が取りたいし、東大行ってたんだけど部活もやってずになんかバイトばっかしてました、塾校ですっていうやつより、そのわかんない B ランク C ランクか F ランクかのキャプテンやって全国大会行きましたっつって、受験は僕はあまりダメだったけどその4年間は一生懸命勉強と頑張りましたみたいな方が信用できるしね、で自分も言えるじゃないですか、僕はその大学は三流だけど4年間アメフト部やりましたみたいな、別に何ですよ、茶道部演劇もやりましたって、でプロを目指そうと思ったんですけどみたいな、ただ本当に週5日演劇に没頭しみたいな、で演劇で文学を読みこんな人生もあるんだこんな人生もあるんだって、で部活をやってその継続してチームワーク、あと喧嘩もする、チームワークとか組織って喧嘩もするし序列もあるし、そういうことを学びましたっていうのは全然意味あるし、なんで部活を、で部活新入生歓迎会の前に入ろう、そっちの方がなんかで先輩たちって早く入ってそう可愛がる傾向があるんですよ、不思議ですこれ。なんで何でも早めに、すいません仮入部でいいんで運動不足なんで、だって受験でさもう引退してるじゃん、なんでもう入学推薦で決まりました、まあ一般受験で合格ね決まりましたってさ、早いんですけどまだ入学式始まってないんだけどトレーニング一緒にやらせてください、それで頑張って高校大学生みんな猛ダッシュで会わなきゃ、なんか変だなと思ったら入学式にやっぱりやめます、頑張ってね部活バイバイ